はい、ドライです。今日なんですけども、友達の実況者、エニトマトくんに、来てもらってます。で、これから鬼ごっこすると、伝えてるんだけど、鬼ごっこしません。今日はですね、鬼ごっこをするふりをして、ちょっとドッキリにはめていきたいなと思います。で、どんなドッキリかというと、鬼ごっこをしてる最中に、鬼全員が止まったら、実況者はどんな反応をするのか、エニトマトはどんな反応をするのかってのをちょっと、検証していきたいと思います。鬼がいけないとこは行かないでね。鬼がいけないところ？うん。ないだろ。最初の、ああ、なるほどね。はい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 。とりあえず降りろってことね。うん。うわ、なんかお揃いできたわ。なんかすごい、俺だわ。迫害されてる感じ。なんかそっち武器お揃いできてさ。え、怖い怖い怖い！え、怖っ！めっちゃ怖いこれ！え？結構むずくないこれ。あ、やばい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 鬼ごっこ下手っこ、やばい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 、捕まってない、まだ捕まってないよ、まだ捕まってない、待ってこれさ、うん、これずっとこれ報復してれば勝てそうな気がする。いや、そんなことないよ、もう行け、待て鬼肉を捕めろあー、マジかえ、かわいい、何やってた、マジか、絶対追いつかないのに、かわいい。ミュートにしました。止まります。こっちだよ。ここで止まります。あ、これちょっとこっち来たの、ミスだったか。止まりました。みんな止まりました。これちょっとミスだったかも。あれ来ないぞ。え、どういう作戦？え、止まってるんだけど。どういう作戦？勘違いしますよ。どういうこと？え、何作戦？ってか、え、音声切ったでしょ。だから、え、どういうことこれ？混乱してますね、エニトマト。いや、俺は分かるぞ、これは引っ掛けだ、これは。これ俺が、どうしたのつって近づいたところを捕まえに来るんだろう。絶対そう、これ。あ、全然違ったわ。え、どういうこと？え、全然違う。え、何これ何で急に止まったのこいつら。え分かんない。何これ、どういう状況？めっちゃ困惑してる。めっちゃ困惑してるぞ。どういう状況だよ、これ。あの、いや、まだめっちゃ困ってる、めっちゃ困ってる。回線落ちした俺、これもしかして。あ、落ちた、一人。危ない。危ない。鬼を倒そうとはしませんね、エニトマトくんね。なんかありましたね、これ。自ら当たりに来る。鬼に自ら当たりに来る。ついに言葉も発さなくなった。何これ。エニトマトくん、ええ、これはね、うん、鬼が急に止まったらエニトマトくんはどういう反応するかドッキリでした。くそ、しょうもねえ、どれやって、ほんと。やられちゃった。